皆さん、どうもこんにちは。名古屋弁でジャズギター講座の時間でやってこみゃ。ということで、今日も早速やってこまい。はい、今日はですね、そうです。私、レイダー家ウエスモンゴメリと同じ親指奏法だもんで、ちょっとここらでウエスモンゴメリの親指弾きについて一からやっていこうかと思います。こんな人におすすめです。ウエスモンゴメリが大好きだ。もちろんウエスモンゴメリのように親指弾きでやってみたい。あったかいサウンドを出してみたい。ピックと違う音色を使い分けてみたい。フィンガーピッキングスタイルだけど親指弾きも取り入れてみたい。ペットボトルを買った時に剥がせるラベルは全部剥がしてしまう。そんな人におすすめの動画となっております。はい、今日はですね、そうです、ウエスモンゴメリ奏法ということで第1弾やっていきたいと思います。以前に僕の動画アップしてるんですけど、皆様のご好意でですね、なんと、いい編集アプリを買うことができましたので、またよりよく見れるようにね、やってみたいなと思います。はい、ということでウエスモンゴメリ奏法第1弾としましては、シングルノート、そうですね、親指で弾くのはどえらい難しいんだけども、僕が実際どうやって弾いてるかっていうのをちょっとね、ゆっくりお見せして、コツなどいろいろあるので、そちらを少しずつやっていけたらなと思います。はい、というわけで早速どういう感じでやってるのか見てみましょう。はい、こんな感じで弾いてるわけですね。うん、今やったのはウェス・モンゴメリの有名な4-6という曲をちょっとやってみました。で、どうやって僕がここまでできるようになったかっていうので、ね、これから少しずつやってきたことを話していければと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。基本的には2つの弾き方があります。1つ目はダウンピッキング、2つ目はアップピッキング。ピックを使うときと同じなので、うん、でとりあえずそれをどうやってやってるかっていうのを見ていきましょう。スケールでやってみましょう。 C メジャースケールですね。まず最初にダウンピッキングだけやってみましょう。親指がどうやって動いてるかっていうのを見ていただければと思います。 2,3,4。 はい、まあこんな感じで、これは意外とね、みんなやりやすいかと思います。では2つ目、アップピッキング、これだけでメジャースケールやってます。はい、まあ、こんな感じでやっております。ダウンピッキングに比べてアップピッキング、すごい音が弱いです。どうしてもピックのようには強くはならないです。なので基本的にアップピッキングを使うときはダウンピッキングで追いつけないときに対応します。では、それではオルタネートピッキングでやってみましょう。はい、いかがでしょうか。オルタネートピッキングで弾いたときはこんな感じになります。で、どうしても音の粒を揃えたいってなると、ダウンピッキングの方を弱めなければいけないので、そうするとバランスがすごい悪くなるんですね。なので基本的には何て言うんだろう、エコノミーピッキングで弾いている感じですね、僕の場合は。で、 C メジャースケールはコンビネーションでやるとこういう感じでやってます。という感じになります。6弦から1弦に行くときはもう基本的にエコノミーピッキングで、
上がるときはもうしょうがないので、オルタネートでやってるという感じですね。うん。なので、こういう感じでうまいこと、その時その時で、オルタネートとエコノミーを使い分けてる感じです。で、とりあえず早いのもちょっと弾いてみますね。うん。という感じでうまいことを混ぜてます。で、アップピッキングは最初はできないので、とりあえずダウンピッキングだけでまず練習してください。スケールと運指練習やります。なんでかというと、親指のここのところにですね、タコができないとアップピッキングがうまく引っかかってくれないので、このタコができるまで我慢してください。うん。そんな秘密があります。で、よく間違えてる方がいるので、それを正したいなと思います。親指のどこを使ってるかっていうのがすごいポイントなんです。ここ、最初の場合だと親指の先に意識が行くんですけども、そうではなくて親指の先だと全然いい音が鳴らないんですね、思ったより。どこを使ってるかっていう、実際はここの付け根を使ってやっています。ね。よく見ててくださいね。親指の先っぽだけでやると、ここがくねくねして、弦も定まらなかったりします。ね。なので、ここの親指の付け根を使って弾きます。そうすると、あったかい音が出ます。うん。なので、最初は、ゆっくり付け根を意識してやってみてください。こんな感じで。で、限界まで。そうすると力の抜け具合、入れ具合っていうのがわかるので。ね。ね、こんな感じで。だんだん慣れてきたらアップピッキングもできるようになってきますので、焦らず、まずタコを作って、そのアップピッキングができるようになる間に、この付け根をうまくコントロールできるように筋肉をつけてください。ここの筋肉をね。で、スケールばっかりだとどうしても、いろいろ技術が足りなくなるので、ちょっと運指練習を一つ紹介しておきます。うん。で、よくあるやつなんだけども、もうここ。練習をちょっとやってみてください。一つずつね。で、親指弾きだとどうしても気をつけないといけないことがあるので、リズムがすごい乱れやすくなるんですよ。どうしてもコントロールが難しいのでね。で、あと左手とのコンビネーションがバラバラになりやすいので、スケールの時も両方バラバラにならないようにね、一緒になるように。で、この時ももちろんね、気をつけてやってみてください。こっちのコンビネーションで、ピック弾きの人だとやっぱりこっちの方が速くなったりして、うまくこっち噛み合わなくなるので、ここでゆっくり整えるように練習します。うん。なので基本的にもとゼロから始まる感じなんですけども、これを乗り越えるとウエス・モンゴメリの親指弾きができるようになりますので、はい、という感じで今日は基本的な親指弾き、ダウンピッキングを中心にどうやって親指を使ってるか、どうやってやってるかっていうのをね、やりました。できたらスタンダードの簡単なメロディー、少しずつでもいいので親指でやってみると、これもすごい練習になるので、ぜひぜひやってください。で、ピックの人ももちろん同じなんだけども、いろいろ曲のとかアドリブによって臨機応変に対応しないといけないので、そのポイントがちょっと違うので、どんどん曲とかアドリブとか少しずつやってみるといいと思います。で、今日言った右手と左手のコンビネーションがバラバラにならないようにっていうのと、親指のここを使ってまずやってみてください。うん。ね、先っぽだけだとダメだよっていうのはね、あるので、親指。こっちのフィンガースタイルも同じで、先っぽだけでやるといいよっていうのあるので、やっぱり、ギター弾くのっていうのは、この付け根が結構大事なんだねっていうのを僕思います。うん。なので、これをぜひぜひやってみてください。で、次回はですね、親指のどこのスポットを当てるといいか、弾き方、弦の角度とか、そういうのもやっていけたらと思います。うん。
でその次にアップピッキングとか行ったりしたいと思いますね。今日はこのスケールと運指練習ぜひぜひこれやってみてくださいね。スタンダードの曲も全然やってみてください。はい、というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。次回またお会いできたらと思います。ではバイバイ。